マグロブラック。東京都港区麻布十番。たぬきち、食べログ3.45、2022年5月29日時点。こちらたぬきちさんは、メディアにもよく出る有名店ですね。テレビ朝日が近いので芸能人がよく打ち上げとかもしています。めちゃイケのガリタ食堂、懐かしいなぁ。たぬき顔で迎え、かわいいなぁ。店内の雰囲気は、芸能人が来るからといって気取っておらず、昔ながらの居酒屋って感じでとてもいい雰囲気。メニューが多いのもいい、マグロ料理が有名だけどそれ以外の一品料理も全て美味しいんだよね。一人じゃなかったらマグロのネギマ鍋とかも食べたいんだけど、今日は一人なのでやめておきます。かわいいなぁ。生ビール、580円。乾杯。お通し、3種類は嬉しい。手作り冷ややっこ、麻布名物吉野豆腐、480円。麻布十番の他の有名なお店の食材なんかも使っていて得した気分にもなれます。地元の横のつながりっていいね。いただきまーす。豆腐自体の味がとても美味しい。お刺身3点盛り、1580円、4点いる、こういうサービスをしてくれるお店があるけど、嬉しいねー。また来たいって思いますよねー。レモンサワー、500円。うまい。人気ナンバーワン、マグロブラック、680円。これが名物でめちゃくちゃうまいんですよ。マグロのアラに小麦粉をまぶし油で揚げ、特製生醤油ダレにつけ、ブラックペッパーを振りかけているようです。ここで痛恨のミス。録画ボタンを押せていなかったらしく、なんと人気ナンバーワン料理の捕食シーンが撮れていませんでした。夢中でむしゃぶりついて、5分後には骨だけに、うまかったなぁ。日課、フリージングハイボール、600円。ぬるぬる、530円。なめこ、納豆、山芋、ぬるぬる系好きなんだよねぇ。ぬるぬる系間違いない。マグロのトロカツ、1280円。これもうんまい。臭みが全くなく、マグロの旨味が詰まってて、カツだけど重くなくて何個でもいけちゃいそう。おかわり、日課、
フリージングハイボール、600円。トロカツとハイボールの組み合わせも最高。箸休めに毎回頼んじゃう？島らっきょ、580円。らっきょ、落ち着くわー。なくなっちゃう。千鳥焼き鳥、680円。肉もうまいんかい。ここは締めも全部うまいから、めちゃくちゃ迷うんだよなぁ。ざるそばのさらしな堀井って、ここも麻布十番で超有名な蕎麦屋なんですよねー。うまいんだよなぁ。迷ったけど、今日の気分は、ミックス茶漬け、780円。閉まるわー。酒、昆布、イクラの贅沢ミックス。ごちそうさまでした。会計、10,450円。いやー相変わらず全部美味しかったー。やっぱり大好きな居酒屋さんだなー。またすぐに行きたい。今度はマグロブラックの捕食シーンをちゃんと撮らないと。最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。皆様からの温かいコメント、高評価、チャンネル登録が動画制作の活力になります。よろしくお願いいたします。